ENFP というのは、はい、可能性を追求する人、好奇心の塊の名交渉役とありますね。創作者、はい、クリエイティブなものと書いて創作者ですね、うんうん、独創的で斬新な考え方をする、熱意がある、はい、楽天的自然体、好奇心旺盛、想像力豊か、ひらめきを重視する、常識にとらわれない、はい、新種の希少に富む、はい、既成概念にとらわれない、うん、魅力的で活力がある、はい、周囲に人がいると元気になる、ものよりも個人的な人間関係を大切にする人とありますね、うん、という ENFP、はい、短所、うん、特に仕事面ですね、はい、仕事面の長所と短所言いましょうか、うん、長所、この ENFP の長所はですね、まあ、先ほども申し上げましたが、既成概念にとらわれない考え方ができ、はい、そう考えたいという熱意を持っている、うん、既成概念にとらわれないぞ、これもちょっとどっかで縛りがありますよね、これね。既成概念をバカにすんなよってちょっと今思いましたけどね、うん、既成概念にとらわれない見方ができるし、うん、そう考えたいという熱意を持っていると、うんうん、おいおい既成概念が悪いのかいと、うん、思いません、思いませんけどね思いませんか、はい、既成概念は常に間違いですか。間違いとも言ってない。じゃあ置いときましょう、はい、ある程度のリスクを覚悟し、うん、新たなことに挑戦しようとする気概があると、はい、邪魔が入ったり障害物があったりしても、うん、負けないだけの強さがあると、うん、OK、 ここはごっくんしよう、はい、引っかからない。既成概念にとらわれないって思い込んでるって感じですよ、僕が見ると。だから僕もそう引っかかったのはそこです、はい、でまたそう考えたいという、そう考えたいという熱意を持ってる、うん、いやいや別に僕は今、うん、どうしても既成概念側だと思ってるので、うん、自分のことをね。だからそれは既成概念側だってとらわれてるって話です。とらわれてるつもりはないですっていう話ですよね。いや、とらわれてないけど自分がするのは、うん、多分そっち側だろうなと思ってるだけです、うん。でこの人たちは逆側だって話じゃないですか。いや、でこの人は、うん、そう考えたいという熱意を持っているって書かれたので、そう考えたいんですもん。僕は別にそう考えたいとも、そう考えたいとも思ってないんです。でもこうそこに反応するってことはそう考えたいって思って、あ、既成概念側は違う違う違うそれはそう考えちゃうよねって言うだけです、はい、はい、で興味を持っている対象の幅が広いと、必要な情報を得るための能力をごく自然に発揮できる、うん、今もう早く短所が濃いと思ってますENFP の人、うん、ごめんなさいね。で物事の全体像を見ることができるし、うん、活動や考え方の裏に隠れている深い意味や眼蓄を読み取ることができると、コミュニケーションの能力が秀でていて、人を鼓舞しやる気を高めることができると。順応性があり、途中で手法を変えたり方向性を素早く変更することもできる、はい、人の考えを見抜く洞察力がある。人の欲求や希望を察し理解することができると、うん、もう今いいことだらけですね、うん、はい、多分みんなそうなんじゃないですか。短所、物事に優先順位をつけるのが苦手、うん、なかなか決断を下せない、うん、ひらめきがない人、うん、創造性が足りない人には、うん、ついイライラしてしまう、うん、俺のことかお互い様ってやつですよ飲酒や習慣、はいはい、古くからの手法に従うのが苦手、うん、自立心に欠け、うん、重要な詳細やデータのすべてに目を通す作業を怠ってしまう、うん、創造的な部分を終えると途端に飽きてしまい小道にそれてしまう、繰り返し同じことをするのを好まない、うん、決まりきった作業が苦手、うん、硬直したシステムの中で働きたくないし、うん、厳格なものの考え方をする人と一緒に仕事をしたくない、うん、確実なものや可能なものよりもしかするとうまくいくことや、うん、ひょっ
とすればなくもない、うん、程度のことに夢中になる傾向になる、うん、不注意、うん、ずさんだったりしがちと、うん、なるほど、はい、これエニアグラムで言うと、はい、この ENFP というのは、うん、男性だと、うん、多いのが2、7、うん、あと3、6ですね、うん、3、6、9、はい、で女性だと、うん、圧倒的に2、うん、あと4、うん、7、9って感じですね、はい、なるほど、まあ、楽観ですね楽観タイプ、はい、エニアグラムで言うところの、うん、まあ、確かに楽観って書いてありましたしね、うん、で向いている職業、まあ、転職として挙げられているのはですね、はい、うん、まずクリエイティブ職だと、うん、この ENFP 型が創作や制作に惹かれるのは、うん、常に新たな方法や独創的な手法を編み出すことができるからだと、うん、ENFP は物事を作り出す過程を楽しむ、特にスタッフや同僚と力を合わせ、うん、刺激を受けつつ共同作業ができるとやりがいを感じると、うん、まあ、自立し一人で働くことを好むが、人と接触し交流する機会も多い方がいい、うん、なんてあり、例えば、ジャーナリスト、うん、脚本家、コラムニスト、あとは俳優、ニュースキャスターとかあり、あとはまあインテリアコーディネーター、グラフィックデザイナー、DTP、あとは、映画制作者、漫画家、アニメーター、デザイナー、イベントデザイナーみたいなことが書いてあります。はい。私がついてる職業ですね。はい。はい。年取るときついよ。年取ると若くなってくよ、みんな周りが。まあ、どこもじゃないですか。ああ、そうなんでしょうね。うん。肉体労働もっときつそうですもん。今だから体鍛えてますけど、ね、はいはい。来たるべき肉体労働に備えて。うん。これ引き寄せなんですかね、これは。はい、はい、なぜそんなに噛みつくか、ごめんなさい、あの批判されたからですよ。批判はしてないですよ、好みを言ってるだけの話ですもんね。既成概念をバカにしたからですよ。バカにしてないですもん。申し訳ない、ちょっと今ね、はい、今ちょっとあの、うん、オウムで言うところの、はい、目が赤くなってる感じです、ね、攻撃色が、はい、なんでしょうね、この今穏やかじゃない感じ。バイアスですよ。バイアスですかね。敵貴族バイアス。そうですね、今何かがうまくいってないんでしょうね、うん、はい、では次 ENFP の転職、マーケティング、はい、ENFP 型は長期的に物事を見る力があり、アイデア、プログラム、サービスなどが人に与える影響やその結果を見通すことができると、はい、他人の欲求や希望を理解し、それをよく考慮し自分の企画に反映させることができると。聡明ではありながら愉快なことも大好きな ENFP は、広告宣伝用のコピーを考え出すのも得意だと、うん、で PR の仕事とか、うん、スピーチ、講演をするのも得意なんて書いてありますね、はい、で例えば広告宣伝、マーケティングコンサルタント、広告代理店の企画営業、うん、コピーライター、うん、広告業のクリエイティブディレクター、うん、などなど広報担当者、はい、とか書いてありますね、うん、あと ENFP の転職としてカウンセリング、うん、教育カウンセリングとあってですね、 ENFP 型は人に明確な変化を起こし、いい方向に進むように影響を与えたいという願望があるため、うん、こうした願望を叶えられる仕事に就くとやりがいを覚えると、うん、支援を惜しまない思いやりにあふれた心理学者になるし、うん、創造性にあふれた熱心なキャリアカウンセラーにもなると、うん、ENFP 型はまた人の精神性を高めたいと思っており、聖職、あの聖なる職に関心を持つ人も少なくない、はい、なんてことが書いてありますね、うん、例えば教師、児童福祉士、まあ、これアメリカの本なので、まあその薬物依存症のカウンセラーとか書いてありますね、うん、はい、あとまあソーシャルワーカー、介護福祉士、キャリアカウンセラー、あとはまあ社会心理学者、臨床心理士とかも書いてありますね。そういう職業についてる人って知り合いでいたりします？そのカウンセラー的な。いますよ。
その人はなんか ENFP っぽい感じですか、その明るくて人が好きでみたいな。 ENFP っぽいのか、ぽいかもしれない。明るくて、明るくて人が好きそうな感じで、うんうん、なるほど、うん、やっぱりこの 若くして、はい、そういうのが分かるといいですね。なんか自分に何が向いてるとか、うんうんうん、もうみんな若い人頑張れ、うん、48にしてこうなるよ、うん、でもまあ分かりますよね、知らなくても。いや僕はあのできるやつは何やってもできるんだよぐらい思ってたので、うんうんうん、あ俺は何についても大丈夫、何についてもうまくできるって、うんうんうん、才能あるしって、うん、僕も才能あるとか思ったことないですもんね。やりたいことをやる。あとね、運がいいと思ってたんですよ。あ、それは僕も思ってますよ。運がいいやつはどこ行っても運がいいんだよ、できるんだよって思ってたので、うん、まあ、今でもこの運がいいは思ってるんですけど、はいはい、って思ってればいつか松下幸之助さんが言うじゃないですか君は運がいいかいって言って運がいい人を拾うっていう、はい、いないはい。あと書いてあるのが健康医療社会福祉とあってですね、はい、この分野の仕事は ENFP にとって非常に魅力的だと、うん、人を助けたいという生来の強い思いがあるため、この一人で柔軟に働き、うん、仕事の管理は自分でしたいと思える、はい、そのためこの旧態依然とした硬直の組織の外で、うん、創造的な解決方法を提案できると深い満足を覚えるとあるので、うん、もしかしたらそのなんか自分でそういうのを立ち上げちゃうとかっていうのが向いてるかもしれないですね、うんうん、で栄養士、管理栄養士、うん、マッサージとか産業カウンセラー、うん、カイロプラクティック、うん、あと都市プランナーとか保健師とかも書いてありますね、はい、あとは起業家、ビジネスと書いてあって、うん、ENFP は生まれながらの起業家だと、うん、できれば起業し独立して働きたいと思っていると、うん、仕事を自分で選びプロジェクトに取り掛かるときには、うん、一緒に働きたいと思う相手と働きたい、うん、彼らは大抵現実したい企画やアイデア、うん、それも特に人にプラスの影響を及ぼすものを持っていると、はい、で多くの ENFP はチームを形成し対立を解決し、うん、職場の効率を上げて作業を楽しむとあって、うん、例えばコンサルタント、はい、発明家、セールス、うん、人事部門、うん、プランナー、チームトレーナー、うん、広告代理店の企画営業、うん、またマーケティング担当者というのが出てきて、はい、再就職支援コンサルタント、うん、とかが書いてあります、うんうん、なんか無敵な感じしますね。なんか、はい、これが苦手なんですってねえじゃんとかって。そんなことはないんじゃないですか、転職の話をしてるから得意なのが出てきてる。いや例えば前のやつだと、うん、なんかあ栄養が出てこなかったなとかってあったんですよ、うん、でもこれも地道な作業が苦手です。あまあ確かそっち書いてありましたね、はい、あ体調 ENFP でしたっけ。 ENFP では、ね、わかんない ENTP。 あそっか、はい、なるほど。でも心当たりはあるみたいな感じ、こっちも。ああ、多分 51% の T みたいな。あ、そんな感じ。そんな雰囲気。と、まあ要は ENP がでこう NE じゃないですか。はいはいはい。MBTI 的には初期の方が NE、ENTP も E、なるほどなるほどなるほど。FP も。なるほど。なので共通してる部分、初期の方は一緒なので。ということですね。うん、だからあの既成概念にみたいなのは。別に既成概念が嫌なんじゃなくて自分がそれをやるのが嫌なだけでなるほど必要なものだみたいなことは思ってる。なるほど、はい、で、あとはテクノロジーとあって、はい、また急速に発展する分野では、うん、テクノロジーへの理解があり、うん、コミュニケーション能力にも秀でている人が求められているので、うん、双方の意見を聞きながら、うん、問題を解決していく仕事が向いていると。はい、なのでテクノロジー分野では、まあ、顧客対応とか、うんうん、コーチ、うん、プロジェクトマネージャー、うん、人事部の採用担当者とありますね、はい、なるほど、うん、という、はい、ENFP さん、はいはい、おめでとうございます。おめでとうございます、はい、あとあの、まあ、どこでもコツコツ、はい、うん、
の作業はあるんですけど、うん、自らそういうところに行かないことですね。うん、まあ多分なんか事務作業みたいなのが苦手なんじゃないですかね。あ、会計とかね。会計とか本当に引きこもって人と会わずにずっとパソコンに向かってコツコツずっとやっていくみたいな、はい、多分人と関わってたりするのが好きなんじゃないですか。なるほど、はい、なるほど。